届け。高い音が嫌いなので、私タカに入れてもらって発泡のやつをお手を届けしてます。はい、まあまあ厳しい。結構今日厳しめですね。厳しい。わざとやってんのかしら。もうそろそろアップドミーじゃない？これまだ4ホール目だから13番ってことでしょ。最終的にはプッシュします。だから5、うん、あと2個勝てば戻さないといけない。でもあんま厳しいな。まあ乗ったかなみたいな。バイトでいきます。はい、ナイスです。ありがとうございます。なんだ。すごいところにありますね、ボール。これはちょっと見せどころだね。このショット。プロのアプローチ。下りのラフから。フックなんですよね。うん、そんな多分切れなかったと思う。なんかさっき橋ぐらいで打たん。いい感じ、いい感じ。やっぱ曲がんないね。あ、そんなにないな、うん、切れない。次がアップドーミーでしょ。アップドーミー、アップドーミーなのでどうしたらいいんですか。プッシュ、プッシュ。それかもう最後終わってないわ。ドーミーだからプッシュないから。終わってないんだよ。手が滑る。あ、ちょっと
めっちゃすごいよ。これは。これ何ミリぐらい？結構もう1ミリは超えてるよね。うん、ナイスショー。雨で落とされてる。雨で落とされてる。あ、出た。あ、急いで。急いで。これって。雨だよね。雨だよね。これやばいですね。声が聞こえない。どうですか、この雨の中。試合でもこんな感じだったから。試合もこんな感じだったんですか。そう、初日はエグかった。そうですね。これぐらい降ってたんですか。あ、もっと。もっと、うん、マジでやばかった。もうすごい溜まってましたもん。そうですよね。うん、私もうこっち側がびしょびしょなんだけど。でも結構気分は下がりますよ、雨の時の試合、特に、まあ、でも最初から雨って分かってたら逆に大丈夫です。急に降られたらちょっとへこみます。へー、確かに。これかな、これですね。あ、よいしょ。これ私77、あっちが見たけど、上りの185、5番ホールでいきます。ナイス。あ、もうちょっと。これは飛んでる。飛んでますかね。全然ラーストね。全然なさそう。間違いなく。ナイスです。雨の時ってグローブは変えたりするの？今変えました。全然変えました。何使ったの？普通上位なんですけど、さっきまで変わってたから、ぬるぬるしてる。雨の時に一番気をつけてリズムが速くなるみたいな。あー、ここだけなった。
ちゃうので。でもピッチングとかも使ったり、あピッチングに転がしたりする。